コンフォールイコールメーラーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。2001年2月1日交付のデクリ前ゼ町の名は単にメラールであった。町は、16世紀の顕著な宗教遺産である、ノートルダム・デュ・コンフォール教会と、素晴らしい貼り付け像の名声に覆うものが大きい。教会は、1528年から1544年に、かけ、 フランス王フランス王は一世時代に建設された。設立者は、ポンクロワ公爵モラック伯爵であるアランド・ロスマデック、彼の妻のジャンヌ・デュ・シャステルである。この教会は、ゴシック様式初期の特徴をすべて備えている。外観は、多くの開口部で区別される。窓の上部にある三角形のペディメントはカーブした、植物の文様で飾られている。教会には、 聖火堆積を見下ろす場所に大きなホイールチャイムが備えられており、木製のサークルは12個の鐘を覆っている。鐘は日曜日のミさじにならされるだけでなく、洗礼式や結婚式でも鳴らされる。この鐘は聴覚障害の子供や言語障害の子供に対して奇跡的な力を持っていると言われている。この習慣の起源は古代アルモリカで行われていた古い儀式である。 参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE コンフォールイコールメラーの人口増減グラフ。ありがとうございます。